ルーブル美術館に展示された、ノク文化の土偶ノク文化は、ギニアアンガンのナイジェリア中央部、ジョス高原を中心に、おおむね紀元前10世紀から、紀元後6世紀頃に栄えた、鉄器文化。馬に乗る、男の土偶1928年に、イギリスの鉱山技手のジェーデント・ヤングによって、スズロ店堀鉱山とその周辺に広がる、河川歴層の採掘作業中に、 猿の頭の横顔の形をした土偶の破片が偶然発見されたことが契機となった。1943年にナイジェリア地理学調査局の報告がイギリス人考古学者バーナード・ファックにもたらされて以降、これらの土偶の観察や収集を行って一つの文化的伝統を構成すると考えたファックは鉱山の近くにあったカドルナ州の空、村の名前にちなんでこれを の区文化と名付けた。1960年代におけるサムンドキアでのアンジェラ・ファックによる発掘調査、1963年のロベール・ソーパーによるコッツナ・エールへの発掘調査及びバーナード・ファックのタルガでの調査でテラコッタの土偶とともに土器編が発見されている。当初は格乱中の遺物しかなく、年代は不明であったが、タルガとサムンドキアの調査で ノク時代のものである巨住層が確認された。いくつかの資料から放射性炭素年代測定が行われ、この巨住層の年代は、紀元前5世紀から紀元後3世紀のものであるという測定値が出された。最近は、ノク文化の開始については、紀元前900年頃まで遡る一方、熱ルミネッセンス法によって、紀元後6世紀の作という測定結果の出た土偶も、あり、 その週末については、かなり遅れるのでは、と考えられ始めている。ノク文化の土偶ノク文化の土偶の種類は、人物の頭部、全身像、像、蛇、猿などの動物や家畜などがあるが完全なものはなく、おそらく呪術的な儀礼の際に破壊されたと考えられている。図像的特徴は、逆三角形ないしは、半円形に沈線で縁取られた。 大きな目で円形の穴を開けて瞳にしている。人物像については、その風貌はネグロイドで髪型も色々な種類が見られる。また、斧を担いだ人物像やビーズやペンダント、ブレスレット、中には耳や唇にまでアクセサリー類をつけた人物像まであり、当時の風俗を知る上で貴重な資料となっている。 の文化の土器はミシン目状に盛り上がった反転状のセブンがなされるもの。飛行し、外反する公園端部に沈線が施されるタイプ。木面に盛り上がった反門と断続的な沈線が施されるもの。同じように丸い反門が公園部の内側に施されるもの。沈線が一本か、複数本木面に帯を作るように一定の間隔で施され、その間に、 蜂の巣のように細かくつついた穴が施されている。胴部全体に網目状の文様と細かい穴が施されているタイプがある。態度は土偶と同じ混和材や鉱物が含まれているという特徴がある。ク文化の集落遺跡は山頂のような場所で確認されることが多く土器片や土偶の破片が散布している。そのような遺跡では遺物と共に地表面のあちらこちらに 長さ数百メートル以上に及ぶ石材を用いた構築物が見られる。特に周壁の残骸のようなものが見られることがある。集落を防御するための囲い壁と考えられ、石材には加工岩が用いられている。特に印象的な高例として、古地遺跡が挙げられる。集落の中央部分にも巨石の石板が壁状に建てられていることがある。このような遺構は、のく文化において、 大規模な共同作業が行われていたことを示している。ノク文化の陽光炉、タルガやサムンドキアのノク文化の居住層からは、土偶や土器の他にクビトが鉄の生産を行っていたことを示す陽光炉跡の遺構が検出された。炉は深さ50から60センチメートルくらいほど、直径1メートルほどの穴を掘り下げ、粘土壁を筒状に人間の背の高さくらいに作って、 地表面と粘土壁の付け根部分に不意合を付けたものである。主な鉄製品としては、矢と槍先に付ける刃物や戦闘機があるが、腕輪も製作することがあったようである。ノクの鉄器の鋳造は、アフリカの他の地域と比較しても、最古の部類に属すると考えられている。また、1998年サザビー社のアフリカ、オセアニア、アメリカ先住民美術部長で、 マリの土偶研究の第一人者として知られるベルナール・デグランはこれまでナイジェリアのイフェ文化へ継承されるとされてきたノクノテラコッタについて中南部アフリカのバンツー文化の彫刻に与えた影響についてまで論じる研究を行っている。ありがとうございます。